もつれそうな予感がしますね。これは やはり横綱じゃないですかね、有利。ただ今日もね、はい、裏ですからね、分からないですよ、うん。まあ本当にもつれてきました。全勝が7日目で消えた形となります。さて大関の御嶽海が今日から休場、3人目の大関登場です。土俵上貴景勝、阿炎の対戦です。貴景勝、今日はですから休場者が2人出ましたんで2番なくなりました。少し進行が早めになっています。結び前の一番ですね。時刻は現在5時43分ですから、アベマ大相撲センター試験の締め切りがもう間もなくです。あと1分半ほどで締め切りとさせていただきます。まだ応募してない方はお急ぎください。ではこちらの貴景勝、昨日は勝ちました。昨日の取り組みを VTR で振り返ってみましょう。貴景勝、昨日は本当にあのいなしが効きました。得意ですよね、突っ張ってからのいなし。裏は、はい、何もできなかったですね。右からのいなしが効いて最後送り出しました。頭で当たっていくように大関当たってるんですが、決して当たってないですよね。相手をよく見ていきますよね、はい。ただ今日の相手は阿炎ですから、阿炎とはちょっと相口良くないんですよね。過去の対戦が貴景勝2対4、そうですか、阿炎がリードしてます。下から下からこうね、貴景勝を見ていく相撲ですけど、阿炎は身長があるのでちょっと上背が高いので上から見れるんですよね、はい。そういうところをうまくこうかわして相撲を取られてるんじゃないですかね。そこがですから裏とは違うところですよね。上からこの見ることができる阿炎です。阿炎得意ですからね、こう上からこうやる、やっぱ身長があるからこう左右ね、いなしたりひょいってどいたりするじゃないですか、はい。やっぱ身長があるので見やすいんですよね。そうですね、うん。さてコメント欄見るとこの2人はどうなる、そしてアビちゃんやったれという応援のコメント、継承頑張れという貴景勝応援のコメント、コメント欄もがっぽり4つになっています。まあ、今場所のアビは関脇から小結びに番付を下げています。場所は負け越しました。阿炎ここまでは勝ったり負けたりで3勝3敗です。まあ手も長いですから、この長い手が伸びてくるかどうか。貴景勝ここまで2敗しています。さあ立ち合い、ゆっくり勝った、回り込んで上手投げ、阿炎の勝ち。貴景勝3敗に後退。今日の立ち合いはどうしたんでしょうか。貴景勝、足が揃ってしまいましたね。ゆっくり立ちましたね、うん、ゆっくり立つというか、ちょっとこう下がって下に相手の懐に入りたかったんですよ。あ、で入れなかった。そうで、あの入れなかったというのは両足揃ってしまったから、はい、ちょっとバッタルでよろしいですかね、はい。珍しい、阿炎の上手投げで勝負決まりました。ここでね、懐に入りたいんですよ、はい。こういうふうにスッてこうよく、あの小兵力士がやるじゃないですか、はいはいはい。それと同じことをやったんですよ。あ、でこれは合ってるんですよ、はい、これいいですね。でも、はい、足の出方がどっちか出さないとダメなんですよ、なので両方で下がってしまったから、いいですか、はい。阿炎が分かったんでもう回し取り行ったんですよ、ね、はい。まあ、そこをもうあとうまくね上手投げで、あとはもう得意のね、得意っていうかもう阿炎ね、こうやって回し取れたらもうこうね回転して上手投げいくしかないじゃないですか、うん、はい。やはり大関のね最初の立ち合いが失敗ですよ、ね、いやーですよね。これはねでもね、作戦としては間違ってないんですよ、はいはい。足を出さなかったのが貴景勝の敗なんですよね、これね。ちょっと考えていって、はい、
作戦は間違いじゃなかったけど動きが間違いだったと。そうなんですよ。阿炎はね、先ほど取り組み前に言いましたよね、上からこう見るって、はい、上からこうやる人が一番嫌がるのは下から相手の脇に手を当てて起こしていくのがいい攻め方なんですよ、うん、はい、だけども足が揃ってしまったから、ここうまく阿炎に取られたという一番でしたよね。はい、はい、ありがとうございました。いやー、取り組み前にご紹介しましたが、やっぱり貴景勝にとっては取りづらい相手、うん、これで通算の対戦成績が阿炎の5勝、貴景勝2勝と。いやー、ね、苦手の相手、両足が揃ってるとああいうふうに阿炎が、まあ今日はあの左上手取りましたよね、はい、なので両足揃ってると進めないんですよ、うん、次の一歩がね。そうですよね、うん、コメント欄には慣れないことをしたな、厳しいコメントもあります、うん、それから上手どうぞ、まあ確かに上手を与えてしまいました、綺麗に回った、それからコロリン回転、良いゴロン、そう書いてる方もいらっしゃいます。綺麗に上手投げが決まりました。阿炎勝って4勝3敗で明日は佐田の海です。そして貴景勝、こちらも敗れて4勝3敗、明日は遠藤です。西前頭、いやー、これで今日全勝がいなくなりました。大阪、まあ1敗力士が逸ノ城、